ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。なんだてめえ。名乗った通りのしがない魔法探偵さ。私がいる前で事件を起こしてしまったのは運がなかったね。おとなしくお縄についてもらうよ。ふざけた格好しやがって。何が魔法探偵だ、どけ。やれやれ、往生際の悪い愚かな行いを後悔したまえ。どんな謎でも一発解決、愛の力で犯人確保、ミスティーラッピング。グワー。見たかね、この魔法探偵から逃れることはできないのさ。犯人確保、これにて一件落着。ちぐしょう、こんなふざけた格好のやつに。あまり格好のことを言わないでもらえるかな。いくらか慣れたとはいえ、こっちだって恥ずかしいのだよ。だいたい何が魔法探偵だ、探偵要素なんてこれっぽっちもないじゃねえか。え、ジョシ君、正直に答えてほしいんだけど、今の私もしかして探偵っぽくないのかな。つまり探偵ではないんだね。あ、いや、いいんだ、その反応を見れば推察できるさ。そうか、よくない、これはよくないね。嘘をつけない人だね君は。私の洞察力をなめてはいけないよ。今の視線移動だけで君の考えは手に取るようにわかるさ。よくない、これはよくないね。確かに私は最近魔法少女の力に頼りすぎていた部分がある。魔法少女に変身して犯人を捕まえると、なぜかはわからないけど犯人がペラペラと自供してくれるんだよね。犯人受けがいいとでも言えばいいのだろうか。それにこの身体能力、普段は荒事が苦手な私だが、襲ってくる犯人にはミスティーバレットをお見舞いし、逃げる犯人はミスティーラッピングで拘束さ。事件を無事解決した後は子供たちの歓声に応えて決めポーズ、ファンサービスは欠かせないよね。そうか、こうして改めて考えてみると、探偵じゃないねこれは。子供向けの創作物であるならこういう探偵もありなのかもしれないが、少なくとも私が目指す知識と論理で事件を解決する存在とはかけ離れてしまっているよ。よし、決めた。私は魔法少女を封印する。そんな露骨に悲しそうな顔をしないでくれたまえ。封印とは言ってもやめるわけではないのだから。ただちょっと自分のルーツを見つめ直したいというか、そもそも君は私という探偵の助手として雇われているのだよ。それを忘れてはならない。さあジョシ君、事件が私たちを呼んでいるよ、行こうじゃないか。とはいえだ、事件なんてそうそう転がっているものでもないよね。平和なのはいいことだけれど、探偵は暇であってこそ活躍しているとも言える。だけどこの胸の内に揺らぐ思いをどう沈めたものか。おいお前、この間はよくもやってくれたな。あーん、なんだ。この間はよくもやってくれたな。肩がぶつかっただけなのに。なんだ、こないだちょっと小突いてやったやつか。ん？
揉め事かな。荒事は探偵の領分ではないけれど、一応私もカオンに身を置いているしね、放っておくわけにはいかないか。しかしか、ご苦労なこった。わざわざ痛い目に会いに来るとはな。それはどうかな。なんだ。ん？様子がおかしいね。ジョシュ君、気をつけるんだ。俺の秘められた力、見せてやるよ。何かを指にはめた？指輪？なに、ま、魔物に変身しやがった。これはただごとじゃないね。まずい、彼を助けないと。変身を、あ、でも躊躇もなしに。ジョシュ君はすごいね。あの魔物、なんて力だ。このままでは抑えきれない。迷っている場合じゃない。今助けるよ、ジョシュ君。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。魔法探偵、これが町で噂になっている魔法少女か。町の平和を脅かす者は魔法探偵ミスティカスミが許さない。暗いたまえ、謎をうがつ希望の弾丸、ミスティーバレット。おお、一撃で倒しちまった。いいぞ、ミスティーカスミ。ハム、元の姿に戻ったね。今のは一体何だったんだろう。こいつめ、ビビらせやがって。待ちたまえ。あ、や、は、はい。この揉め事、もともとの原因は君だろ。魔法探偵として見過ごすわけにはいかないね。自らの行いを反省してもらおうか。すみませんでした。ああ、うん、そんなに反省されるとこちらも驚くのだけれど。魔法少女に叱られるなんてめったにあることじゃねえ。これで心を入れ替えなきゃ、いつ入れ替えるってんだ。本当に申し訳なかった。この男は俺がしっかりと看病する。守ってくれてありがとうよ、魔法探偵ミスティカスミ。うん、これにて事件解決かな。魔物のような姿に変身したさっきの人、そしてあの指輪、気になる点はまだ残っているけど。よくないよ。いや、怪我人が出なかったのは良かったよ、もちろん。だけどやっぱり変身してしまったじゃないか。変身しないと決めた舌の根も乾かぬうちに。それもこれも助手である君が無鉄砲だからだよ。まったく、君という人は。でも
まあ別に変身したことを後悔はしていないよ。他ならぬ君を守るためだったからね。あそこで変身せずに君が傷ついていたら、それこそ後悔していただろう。だからその君は正しい。でももうちょっとだけ私が心配しなくていいようにしてもらえると嬉しいよ。君は魔法探偵ミスティカスミの大事なパートナーなんだからね。では、改めて調査を再開するよ、ジョシ君。しないよ！言っただろ！魔法少女は封印すると。前に変身したのは君が危なかったからやむなくだね。とにかく私は探偵として知識と論理で事件を解決するのだよ。おっと、あまり大きな声を出してはいけないね。なぜ飲食店にという顔だね。残念ながら食事をしに来たわけではないのだよ。以前に魔物のような姿へと変貌した人は覚えているね。あの変貌はどうやら彼が身につけていた指輪が原因らしい。秘められた力を解き放つ、そんな謳い文句で出回っている魔道具らしい。そして彼の前後の行動を洗い直した結果、その指輪はどうやらここで手に入れたものらしい。魔道具の取引場所というわけだね。ジョシ君、あまり目立つ行動は控えるんだよ。早速声が大きいね。いや、うん、やる気があるのはいいことさ。よろしく頼むよ、ジョシ君。ともかくこの事件の解決は私と君の双肩にかかっている。迅速に事件解決といこうじゃないか。それただぼーっとしてるだけだよね。確かに存在感が薄くはなったけど、私の声聞こえてる？ジョシ君？おーい、ジョシ君。ともかくこの事件の解決は私と君の双肩にかかっている。迅速に事件解決といこうじゃないか。おっと、ジョシ君、迅速にとは言ったが焦って動くのは探偵らしくないよ。実はね、私はこの店に入ってからずっと周囲の様子を観察していたのさ。そして怪しい点を見つけた。気になるかい？では私の観察眼をお見せするとしよう。私の斜め後ろ、店の隅のテーブルを見てごらん。相手に気取られないよう自然にだよ。どうだい、何か気がついたことはあるかな？迷うことなく考えることを放棄したね。正直なのは君のいいところだけど、もうちょっと考える素振りくらいは見せてくれてもいいんだよ。あの男性が座っている席、テーブルの上にはコーヒーとケーキのセットが2つ置いてあるよね。一見すれば彼には連れがいるのだと考えられる。だが彼がこの店に入ってきた時、他の相手は誰もいなかった。そうだね、もちろんその可能性も考えられる。この店で待ち合わせをしていて、後から来る人物の分も注文しておいたという可能性だね。しかしそれだとホットの飲み物を先に注文するというのはいささか配慮が欠けていると言えないかな。現にコーヒーの湯気はもう見えなくなってしまっている。それに加えて先ほどから彼はずっとうつむいたまま微動だにしていない。まるで人目につかぬよう
息を潜めているかのようだ。待ち合わせをしているのなら店の入り口くらいはこまめに確認しそうなものだろう。つまり彼が待っているのは見たってわからない相手。そしてあの注文してあるコーヒーとケーキは目印だと思われる。取引のね。ああして待つことで取引相手がやってくるというわけさ。いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、待ち合わせだよ。おっと、どうやら推理の答え合わせができそうだね。いいかい、女子くん、気づかれないようにそれとなく観察するんだよ。よう、待たせたな。あんたが、その、これでいいのか？おいおい、そう急ぐなって。コーヒーくらい飲ませろよ。ちょうどいいぬるさだ。俺は猫舌でね。そうそう、動かずに注視しているとバレてしまうからね。って女子くん、伸びすぎだ。倒れてる。椅子ごと後ろに倒れてるよ。ん？なんか騒がしいな。自己主張。女子くん、それとない動きが不自然すぎるよ。ん？なんか騒がしいな。まずい。女子ダーリン。あー、うー、ごまかすためとはいえわざとらしすぎたかな。あ、女子くん本当に食べてくれた。え、でもこれ私のスプーン。くれて。なんだ、バカップルか。チッ、場所選べってんだ。ここどこだと思ってやがる。こんなところで怪しい取引をする輩に言われたくない。おい、もういいだろう。早く例のものを。ああ、分かったよ。ほら、こいつだ。これが秘められた力を解き放つという。どうやら当たりだね。それじゃあな、ぬるいコーヒーごちそうさん。女子くん、彼の後を追うよ。そっちの客はカオンの仲間に任せよう。念のため店内に待機していてもらったのさ。あとはよろしく頼むよ。さあ行こう女子くん。尾行は探偵の代名詞だからね。ボロい商売だぜ。こんな得体の知れねえ代物でも欲しいってやつはいくらでも嫌がる。だがどうせいずれはバレちまう。それまでにできるだけ稼いで。残念、引き際を見誤ったね。何？誰だ？知りたいなら名乗ってあげよう。私は魔法探もとい、この町で探偵をやっているかすみというものさ。探偵だ？なんだ、町で噂されてる魔法少女でも出たのかと思ったぜ。それも私だよ、なんて言っちゃいそうになるけど我慢我慢。今日の私はただの探偵なんだから。がっかりさせて悪いね。だがどっちにしろ君の運命は変わらないよ、魔道具の売人さん。へえ、よく見たらさっきの店にいたやつだな。なるほど、取引現場を見られたってわけだ。ってことはさっきの客はもう抑えられたってわけか？その通りだよ。おとなしく投稿してくれると助かるのだけれど。バカな嬢ちゃんだ。探偵だかなんだか知らねえが一人でのこのこ来ちまうなんてな。こいつの力見せてやるよ。
やっぱり魔道具を使おうとするよね。今だ、女子くん。なに、もう一人隠れてやがったのか。バカップルの片割れだよ。私のことは覚えていたようだが、彼のことは覚えていなかったようだね。見事だよ、女子くん。君のそれとない演技、ちゃんと通用していたようだ。くそ、それを返しやがれ。そうはいかないさ。お縄に突き止まえ、ルートオブバインド。くそ、ただの探偵なんかね。ただの探偵もやるものだろ。お疲れ様、女子くん。無事犯人を確保できてよかったよ。彼はこれから取り調べを受けることになる。魔道具に関して情報を絞らないとね。はあ、女子くんから見て今日の私はどうだったかな。あ、そうかな。今度は、うん、嘘はないみたいだね。なんだいその顔は。不思議そうな顔をしちゃってさ。これでもね、気にしていたんだよ。探偵っぽくないなんて思われてるのは嫌だなって。幼い子供は誰しも魔法少女に憧れるものなのかもしれないけれど、私にとってはそれが名探偵だった。そして私は今もそれに憧れ続けている。だからそのこればかりは譲れないんだ。でも君に立派な探偵だって言ってもらえて、胸のつかえが取れた気分だよ。ありがとう、女子くん。今日の君もまた立派な探偵助手だったよ。さて、女子くん、事件のおさらいをしようか。事件の発端は数日前、私と君がある奇怪な現象に遭遇したところから始まった。そうだね。そしてその現象はある魔道具の使用により引き起こされたことが判明した。秘められた力を解き放つ、そんな謳い文句で取引されていた魔道具。しかしそれはひとたび使用すれば人を魔物のように変えてしまう得体の知れない道具だった。いつの時代も力を求める人間というのは絶えないものだ。あんな姿になってまで欲するものじゃないと思うんだがね。その後の調査により私たちは魔道具の売人を発見、見事に確保したというわけだね。探偵として危険物を売買する犯人を捕まえることはできた。名探偵霞の役割は本来ここで終わりだ。だけどね、女子くん、その笑わないでくれたまえよ。今度はミスティ霞、魔法探偵としての私の心が騒いでいるのだよ。売人が持っていたあの魔道具、あれはとても危険なものだ。あんなものが街に出回ってしまえばランドセルの平和が脅かされてしまう。そう考えるといても立ってもいられない気持ちになるんだ。探偵でありたいと望んで変身を禁じたというのに、魔法少女としての心が抑えきれないのさ。滑稽だろ。女子くん、探偵と魔法少女の狭間で揺れ動く
こんな中途半端な私を褒めてくれるんだね、君は。うん、おかげで覚悟が決まったよ。行こう、女子くん。目的地はこの先だ。売人から聞き出した話によれば、あの魔道具の元はここで見つけたらしい。この洞窟内に落ちていた破片、それを加工して作っていたものがあの魔道具ということだ。気をつけたまえよ、女子くん。ここは足場が悪いからね。ありがとう、女子くん。助かったよ。これはお姫様抱っこ。どうしよう。私今全身を女子くんに委ねて。重くないかな。ここ最近魔法少女をお休みしてたから運動不足だよね。心なしか女子くんの腕がプルプルしてるような。いや、震えてるのは私の方。女子くん、助けてくれたのは感謝するけれど、そろそろ下ろしてもらえるかな。その重いだろ。そうかい。ならいいんだ。いや、体重は気にしているわけじゃないよ。もう、君も探偵助手ならもう少し心の機微に気を使いたまえ。やれやれ、君と一緒にいるとどうにも気が抜けるね。もちろんいい意味でね。本当かい。よかった。でも女子くんは優しいから気を使ってくれてるのかも。本心が知りたい。探偵なのになんでこんなにやきもきしちゃうんだろう。やれやれ、君と一緒にいるとどうにも気が抜けるね。もちろんいい意味でね。でもそろそろ気を引き締めなくてはならないみたいだ。この辺りから感じる気配、あの魔道具から感じる邪悪な感覚と同じものだね。女子くん、ここから先は何が起きるかわからない。私のそばを離れないように。魔物だって？こんな時に。いや違う、この魔物もしかして。百聞は一見にしかず、食らいたまえ。全然手応えがない。やはり普通の状態ではないね。別方向からも？まさか魔物がここに集まってきているのかい？どうやら嫌な予感が的中したようだ。例の魔道具のもとに魔物が引き寄せられているらしい。いつの時代も力を求める人間は絶えないなんて言ったけれど、それは魔物も変わらなかったようだね。完全に囲まれてしまった。しかも向こうは魔道具の力で強化されている。大ピンチというやつだね。だけど不思議と落ち着いている。探偵の私だったらきっとこうはならなかっただろう。だって今の私にはもう一つ。女子くん、絶体絶命の窮地、どうしたらいいかわかるよね。100点満点だよ。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、魔法探偵ミスティ・カスミ、魔法の力で操作開始。悪しき力にとらわれた魔物たち、このミスティ・カスミが来たからにはもはや逃げ道はないと知るがいい。
抵抗は無駄だよ。謎をうがつ希望の弾丸、ミスティーバレット。どんな謎でも一発解決、愛の力で犯人確保、ミスティーラッピング。応援ありがとう。じゃないよ、つい横様向けの対応をしちゃったじゃないか。でも応援されちゃうと力が湧いてくる。さあ魔物たち、愛と希望の力、その目に焼き付けたまえ。謎を解き明かす希望の光、ミスティックプリズム。魔法探偵ミスティーカスミに解決できない謎はない。これが魔道具の材料になったという破片かな。この感じやっぱりアンチビーストの。ミスティーバレット、これであの魔道具はもう作れない。ランドセルの平和は守られたというわけだね。だけどどうやらこの先もまだ魔法探偵ミスティーカスミの出番は続きそうだ。ランドセルに災い起きる限り魔法少女の役目は終わらない。女子くん、長い戦いになるかもしれないけれど一緒についてきてくれるかい。感謝するよ。もちろん探偵としての私もよろしくお願いするね。ひとまずこれにて事件は解決だ。ありがとう、君がそばで応援してくれると何でもできる気がするよ。ひとまずこれにて事件は解決だ。探偵として犯人を捕まえて魔法少女として平和を取り戻して、いろいろと忙しい日々だったよ。だけどそうだね、この事件を通して何かが見えた気がする。名探偵に憧れる自分と魔法少女として平和を守りたいという自分、どちらも私でもう切り離せないみたいだ。だから私は今のままで探偵であり魔法少女として頑張ってみようと思う。だからそんな私をしっかり支えてくれたまえよ、私の女子くん。ミスティ、セオリー、フルーリー、マジカルリボン、スパイラル。魔法探偵ミスティーカスミ、魔法の力で操作開始。またデメーかよ。やれやれ、また窃盗かね。懲りないね、まったく。そう何度も捕まってたまるか。どんずらさせてもらうぜ。なんだと？ナイスだ、女子くん。ミスティーラッピング。くそ。魔法探偵に解決できない事件はないのだよ。何が魔法探偵だ。探偵要素なんてあるさ。私がそうありたいと思っている、それこそが真理だよ。ついてねえや。さっきはいいアシストだったよ、女子くん。私たち、その、あ
相性がいいのかもしれないね、なんて言おうとしちゃった。ジョシ君が続きを待ってる。さらりと言っちゃえば平気かな。相性。この光はなんだい。また変な生き物でも降ってくるんじゃないだろうね。遊園地なんて来るのは久しぶりです。私普段は家でも学校でも本を読んでばかりですから。先輩、今日はどうして遊園地に？先輩からの挑戦状というわけですか。わかりました、少し考えてみますね。同じ学校の後輩の女の子を遊園地に誘う理由。今までたくさん読んできた本の中から似たシチュエーションのものを思い出して推測すればいいわけだから。遊園地に女の子を誘う理由、それって古今東西どんな作品だってそれはデートしかない気が。嘘、そんなまさか先輩が私をデートに。どうしよう、私制服で来ちゃいましたよ。もっと気合を入れた私服で来るべきだったのかな。待ってください、答えはまだ心の準備が。何ですかこのチラシ。魔法少女賞。これって私が前に図書室で読んでいたライトノベルの。今からそこのステージでやるんですね。ふむふむ、スーツアクターの知り合いに頼まれて助っ人として先輩が出演することになったと。それで私がこの作品を好きだと思って誘ったと。なるほど、納得しました、完全に理解しました。私ったら早とちりして。まだまだ本の中の探偵のようにはなれませんね。先輩、今日は誘っていただいてありがとうございます。私魔法少女大好きです。別にデートじゃなくて残念とか思ってないですよ。じゃあステージの方に行きましょうか。まだ開演時間には早いみたいですけど。君、今日出演する子だよね。大変なの、大事件。事件？それがね、もうどうしていいかわからなくて。お姉さん、落ち着いてください。詳しく話を聞かせてもらえますか。あなたは？事件と聞いて思わず口を挟んじゃったけど、先輩の前で頼りない姿は見せたくない。事件とあらば私が何かお手伝いできるかもしれません。なんでこんなことに。みんな、魔法少女の登場だよ。状況整理。ミステリー小説ならこういう時、まずは出来事のあらましを。先輩に遊園地デートに誘われて、ステージで突然事件が発生。名探偵の私は事件解決に身を乗り出したと。全然違う。魔法少女役のアクターさんが足を怪我して出演できなくなったから、
私が代わりに出ることになっちゃったんです。何かお手伝いできるかもなんて言っちゃうから。さあ見ているみんな、魔法少女のお姉ちゃんに手を振ってあげてね。魔法少女のお姉ちゃん、よろしくお願いします。あれ、魔法少女さん、なんだか元気がないね。緊張してるのかな。じゃあみんなの応援で元気づけてあげよう。はい。観客の子供たちがすごくキラキラした目で見てる。台本は読んだし、覚えるのは得意ですけど。魔法少女、変身して街の平和を守って、いろんな人たちから応援されて、愛とか希望とか、そんなキラキラしたものがいっぱい詰まってる。でも私は魔法少女じゃありません。いつも図書室で本ばかり読んでて、人ともあまり話せなくて、魔法少女とは正反対。こんな風に衣装だけ変えても心までは変身できない。ごめんなさい先輩、私ダメかもしれません。おっと、ここで突然の乱入者だ。怖い怪獣がステージに上がってきたぞ。うわー、怖い。え、この声、先輩？着ぐるみの中に入ってるの先輩ですか？先輩じゃないですか。そっか、怪獣さんでしたね。あの、私やっぱりうまくできなくて、私なんかじゃ魔法少女なんて。先輩。おっと、何やら小声で会話してるっぽいけど、怪獣さんが魔法少女に向かって突撃だ。先輩が頑張ってる私のために。私、先輩の気持ちも裏切りたくない。怖い怪獣さん、この町の平和は私が守ります。みんな、魔法少女を応援してあげてね。頑張って。はい、絶対負けません。そっちこそ。先輩、
先輩のおかげで私最後まで演じることができました。先輩、私が学校で魔法少女の本を読んでたのはミステリーの合間のただの気分転換だったんです。私にはああいうキラキラしたものは眩しすぎて。でも今日のことで少しだけ私もそのキラキラしたものを手に入れられた気がします。先輩の目から見て今日の私はどうでしたか？いつもと違う私に変身できていましたか？魔法妖精プリティアビス参上よ。何よ、何か言いたいことがあるなら言いなさいよ。はいはい、今回もお疲れ様だったわね、魔法少女ね。変身願望ってやつ？かすみちゃんは引っ込み思案なところがあるから変身したいっていう思いはひときわ強いのかもしれないわね。でも魔法少女を一生懸命演じるかすみちゃん、とっても可愛かったわよね。あの恥ずかしさと戦いながらポーズを取る姿、たまらないわ。ああ、私も変身してみたいわ。冗談よ、私は決めポーズになんて憧れたりしないわよ。それじゃ今日はここまでね、バイバーイ。決めポーズか。立ちくらみ？いや、意識は完全に途絶えて夢を。この現象以前にも、思い返そうとしてもやはり記憶に霧がかかったようだね。なんだっけ、女子くんとの相性か。起きていたのかい女子くん。なんでもない、なんでもないから聞かなかったことにしてくれたまえ。私の育児なし。自分の気持ちを口にするのは推理を披露するより難しいね。なんでこういう時に限ってグイグイ来るんだい。探偵助手だからちゃんと聞きたい？うわあ、君に探偵助手としての矜持が生まれたようで何よりだ。でも今はその私の心の準備が。顔を近づけないでくれたまえ。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル、魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。事件の気配だ。これは決して逃げ出すわけではないからね。I'm not
ミスティセオリートゥルーリーマジカルリボンスパイラル魔法探偵ミスティコスミ魔法の力で操作開始。やっぱり恥ずかしいね。あまりジロジロ見てはダメだよ。こら近い近いったら、もうこれは現行犯で確保だね。体の奥からすごい力を感じるよ。けれどこの格好で動き回るとそのスカートとかヒラヒラして落ち着かないんだよね。ジョシ君どうかな、魔法少女らしく見えるかね。こんな弾けた姿君の前でしか見せられないよ。まったく魔法少女とパートナー、探偵と助手、私たちはどうやら離れられない運命のようだね。変身したら髪型まで変わってる？一体どういう理論で？もう考えないようにしよう。魔法探偵ミスティカズミか。ちょっとだけ楽しいかも。で、女子くん、今のは忘れてくれたまえ。周りの視線が気になる。ん？女子くん、前に立ってくれるのかい？ありがたいよ。お姫様気分だね。ミスティ・セオリー・トゥルーリー。はぁ、だんだんと慣れてきているのが複雑だね。歩いているだけで子供に囲まれるなんて、魔法少女って人気なんだ。女子くん、君も魔法少女のこと好きだったりするのかな？魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。平和を脅かす悪党の退治も、誰もが解けない難解事件も、魔法探偵ミスティカスミにお任せさ。魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。まさか魔法少女になるなんて。言っておくけど、本業はあくまで探偵。これからも女子くんには働いてもらうからね。張り込みは目立ってバレる、尾行中に子供に囲まれる。魔法少女は調査に向いてないね。ここは女子くんに頑張ってもらおうかな。魔法少女をやるのはまあいいとしよう。でもあの変身はもう少しなんとかならないものかね。思い出すだけで赤面ものだよ。自覚はないけど、私も変身すると服が消し飛んで素肌が発光しながら回転して声を上げてるんだよね。こんな屈辱。かわいい。あの姿にそんなこと言われても嬉しくないから。でもまあ
女子くんがそこまで言うなら変身するのもやぶさかではないかな。ここのポーズはちょっと可愛さが足りないかも。もう少し腰の角度を入れてこう。あっ、女子くん、いつからそこに。これは違うんだ。さっき話しかけてきた子、いつも町を守ってくれてありがとうって言ってたね。なんだかそのちょっとだけ嬉しいかも。そういえば私が女子くんの力で変身したとき、モーラくんが女子くんの力を愛の光って言ってたよね。それって私のことを。やっぱりなんでもない。最初はモーラ君を偽証罪とか強制罪とか何でもいいから捕獲して魔法少女をやめようとか考えたこともあったけど、今は町の人々の笑顔のために戦ってもいいかなって思ってるんだ。もちろん探偵業の傍らだけどね。だからその女子くんには探偵としての私だけじゃなく魔法少女の私も支えてくれると嬉しいな。気持ちいい。この癒しを魔法と論理の2つの観点から解明したいね。女子くんとずっと一緒にいられるし、魔法少女も案外悪くないかも。魔法少女の訓練のため女子くんのところに行こうかな。あくまで訓練のためにね。ダメ
ここで感情のままに飛びついたら私のイメージが。あったかい。魔法少女だろうと休息は必要だし、少し休んでいこうかな。この杖、変身前にはないパーツがあるけど、これはどこから。うん、考えないようにしよう。魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。練習終わりっと。魔法少女セリーちゃんの本はどこにあるのかな。この難事件解決してみせる。操作開始だ。行こう。お願い。ガンダに力。この謎が解けるかい。謎をうがて。キュアリーアロー。ミスティーバレット。外しません。私の全力です。エンチャントアロー。いい推理だね。お縄に突きたまえ。その気があなたに力を任せてくれたまえ。クリミナルプリズン。いい感じね。この謎がみんなに届け。キュアリーシャドウ。ありがとう。行くわよ。マジカルハレーション。はっ。希望の弾丸捉えさせてもらうよ。真実を導く魔法ミスティックプリズム。いい推理だね。これで終わりならいいんだけど。早く強く鋭く。おとなしく捕まえ。任せてくれたまえ。クリミナルプリズン。いい感じね。この謎が解けるかい。捕らえさせてもらうよ。真実を導く魔法ミスティックプリズム。すごいです。あなたの力を。えい、みんなに届け。キュアリーシャドウ。ありがとう。犯人確保。外しません。私の全力です。エンチャントアロー。いい、お縄に突き構え。もう大丈夫。バッチリ解決だよ。ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボン、スパイラル。魔法探偵ミスティカスミ、魔法の力で操作開始。え、わあ、女子くん、見たね。違うんだ、これはただの練習で。女子くん、正直今の私はどうだろうか。これはもはや探偵ではない気がしているのだが。え、かわいい。嬉しくないよ。だからキラキラした眼差しを向けるのはやめたまえ。やあ女子くん、早速操作を始めようじゃないか。この格好で言ってもいまいち締まらないね。魔法の力で操作開始。やっぱりこっちか。